日本は核兵器を持っていない。嘘だ大谷翔平の腕の中に5本もある日本人は英語ができない今の時代では盗み撃されないように英語を使おう いう戦略はもう使えない人の悪口を言いたい時は Twitter を使おう日本人は皮肉を使わない勘違いだ最近岸田さんがよく使う学生ビザを持っているんだねじゃあデルタが落ち着いたら入国許可を出しますね日本の最も素晴らしい映画監督は宮崎監督だ違う最も素晴らしい日本の映画監督は村西監督だそう ゼンラ監督の日本でトラックに轢かれたら異世界に転生される N1 に合格した人でも転生されない日本は未来的であるこのメッセージは富士ゼロックスのドキュセンターから送信されました日本の緑茶は様々な病気を抑える外国人の気取った態度をむしろ悪化してしまう日本人はミニマル志向の人が多いこんまりが人気になったのはその需要があったからだググってみて 日本は季節が4つある。梅雨を無視かよ。日本人がインスタントラーメンを発明した。インスタントの定義が3分ちょっとになったのはいつ四字熟語はとても便利だから勉強した方がいい。知っておくべき四字熟語としては四字熟語ぐらいしかない。日本人は喧嘩を避けようとする。違う。目に見えない忍術を使ってるだけだ。日本では 血液型でで人の性格を知るることができるちょっとした誤解だ厳密に言うと人が血液型について質問する行為でその人の性格を知ることができる日本の電車とバスは絶対に遅れない事実日本の文化は中国の文化に基づいている選別して磨くこの過程こそがジャパニーズカルチャーだ日本のホラー映画は世界一怖い嘘だ一番怖いのは日本アニメの ハリウッドリメイクだ。真似て油をぶっかける。これがアメリカンカルチャーだ。地域によって異なるから、日本のアクセントは勉強しなくていい。さんまさんが発言の途中で津軽弁のイントネーションを使い出したら違和感を覚えない。違和感って言ったら、 違和感を覚えない。日本は子供が足りない。子供を作る理由が足りない。キティちゃんは口がない理由は、その作者が見る人が自由に表情と感情を想像できるようにしたかったからだ。キティちゃんは感情がないだけだ。日本語はそんなに難しくない。日本人は外国人の自尊心をくすぐるのが好きだ。